皆様、こんにちは。大起源ニュースです。中国経済は悪化の一途をたどり、失業率は上昇傾向にあります。今年80万人もの海外留学生が就職のために中国に帰国予定で、今年の大学新卒者数874万人と就職先を争うことになります。雇用情勢はさらに厳しくなると見られます。 サウスチャイナーモーニングポストは9月21日就職サイトユニキャリアの情報を引用し2020年に帰国して就職する中国人留学生の数が70%増加すると伝えましたそれによると調査対象となった帰国予定者のうち約28.6%がアメリカ26.3%がイギリス 13.2%がオーストラリアに留学していました。彼らの6割以上が修士号を持ち、博士号を持つ者もいます。近年、海外で卒業した後に帰国を選択する中国人学生の数は、2011年の18万人から2015年には40万人、2018年には51万人に大幅に増加しています。これまでの調査によると、 海外留学帰国組はわずか約5%の人が30万元約450万円以上の年収を得ており40%近くは年収10万元約150万円未満だということですオンライン就職情報サイト 58.com が最近発表した2020年の大卒者の就職状況によると中国国内の大卒者の平均月給は7839元 約11万7円です近年中国の大学の卒業生数は増え続け今年の大学卒業予定者数は874万人とと過去最高となりましたしかし求人需要は低下し就職率も悪く加えて帰国組とともに就職先を争うことになるため大卒生の就職環境は非常に厳しい状況にあります。オーストラリアの中国人学者李玄華氏は 中国経済全体は急速に衰退しており賃金の高い外国企業が相次ぎ中国から撤退していることが就職環境の悪化の一因だと指摘しています。帰国しても就職難に見舞われるなら海外にいる中国人は帰国を見送るだろう。アメリカのサウスカロライナ大学英 i ビジネススクール教授のシャデン氏は大紀元の取材に対して。 中国共産党政権は雇用安定に重きを置くようになったと言います。例えば大学生の就職時期を遅らせるため、修士課程の学生の採用を拡大したり、新卒者の軍入隊を奨励しています。さらに大卒生に対して農村部での就職・創業を促しています。 文革時代の知識青年が農村に生かされたことを彷彿させるとシャ氏は述べました中国の金融学者であるガ・コウヘ氏は就職環境の悪化には様々な要因が重なっていると指摘しました流行感染症の発生や水害・米中貿易戦争などが起きた アメリカの制裁で中国のハイテク企業は大きなダメージを受けて多くの外国企業は移転したとラジオフリーアジアの取材に述べました7月末までに中国から移転するとして補助金を申請した日本企業は1700社に達しました加えて国内資本の衰退もあり中小企業の雇用はさらに減りました フランス投資銀行ナティクシスの統計によると今年に入ってから中国企業のドル建て債の不利行デフォルト規模が120億ドル約1兆2645億円に達し昨年1年間の3倍となりました香港英字市サウスチャイナモーニングポストが9月23日報じました報道によると中共ウイルスの世界的な大流行米中対立原油価格の低迷などで 中国企業の返済能力は低下し、デフォルトが急増しました。各分野の中で今後不動産企業と半導体企業のデフォルトリスクが高くなるとの見通しです。中国当局は8月末、不動産企業の債務急拡大を防ぐため、資金調達規制を実施し始めました。各企業は流動性が圧迫しているため、今後ドル建て債務の返済がさらに難しくなると見られます。 またナティクシスのアナリストは中国の半導体及びハイテク企業のデフォルトリスクが高まっていると指摘しました中国の半導体メーカーなどの海外向け収益は高かったのですが米中貿易戦以降グローバルサプライチェーンが見直され中国半導体企業の収益が減少しましたさらに中共ウイルスの世界的大流行でグローバルサプライチェーンの再構築が一段と進んでいることや アメリカ政府による中国半導体企業などの金融措置もデフォルトリスクの高まりにつながっているということです一方ナティクシスの専門家は中国国有企業のドル建てデフォルト率が初めて民間企業のデフォルト率を上回ったと指摘しました北京大学系列国有 IT 企業北大法制集団はすでに5銘柄のドル建て債を振り込しました 総額十七億ドル、約千七百九十一億円です。中国天津市が保有する天津物産集団も。五銘柄のドル建て債が不履行となりました。総額は十七億五千万ドル、約千八百四十四億円です。同社は今年六月、地裁に破産、債務再編手続きを申し立てた。と発表しました。ワシントンのシンクタンク、ジェームスタウン財団は。 中国共産党はチベットでも新疆ウイグル同様の共生職業訓練計画を行っているとする調査報告を発表しました。報告書の執筆者エイドリアン・ゼンツ氏は中国当局によるこれらの職業訓練という名の少数民族の同化推進政策が進めば少数民族の言語文化宗教上の遺産の長期的な損失につながる恐れがあると指摘しています。 中国国家統計局の2018年のデータによると仏教徒が多数を占めるチベット自治区は人口の9割がチベット族ですさらに人口の約7割が農村部人口に区分され大多数は自給自足の農業を営んでいます中国政府は貧困削減策で農村部の貧困を2020年末までに撲滅する方針を打ち出しています 農民に工場での労働を強要する職業訓練計画を行っていますがこれは貧困緩和策の一つと主張ししししてていまます中国公式データをを引用して前知事は報告書を作成しましたそれによれば今年の1月から7月の間チベットの50万人以上の畜産業者や農家など地方部の労働者は訓練を受け各地区には訓練人数のノルマが課されたということです。 ノルマを達成した企業には最高で50万元約770万円のボーナスが支給される制度があります。また、畜産業者や農家は家畜や農地を手放し、国営の大規模な共同組合に譲渡することが奨励されているということです。同財団の研究者は、中国当局はチベット人に対して職業訓練のほかに軍事訓練も行っており、これらの訓練計画は 労働規律中国語労働倫理を教え込むことを目的にしチベット人に対するイデオロギーの強化と同化の一形態でもあると指摘しました報告書によるとすでに5万人近くのチベット人がチベットの工業地域に移送され3,000人以上が中国の他の地域に送られたということですこれらは新疆ウイグル自治区で行われている職業訓練計画に似ています ロイター通信が9月20日に発表した調査報告書によると100以上の中国の公式メディアの報道やチベット政府の文書分析及び2016年から20年までの調達事例と比較した結果中国当局がチベットから大量の農村労働力を他省へ送っています。チベット人は中国の国のの内企業の労働力源とととなっているといるうことです。 チベット政府が発表した政策によるとチベット人は主に繊維、建設、農業などの低賃金の仕事への従事に集中させられています。ロイター通信はチベット自治区と地方政府が2019年末から20年にかけて発表した政策文書を引用して職業訓練所に移送されたチベット人は厳しい規律を守る訓練に加え 軍事訓練への参加や軍服の着用を義務付けるなどの軍事的な思想教育を受けなければならないと報じましたこれらの教育はいずれもチベット人を心身から共産党に服従させることを目的としているということですチベットの人口のうちどれほどの割合がそのような軍事訓練を受けたのかは明らかではありませんしかしチベットの人口の約3分の1を占めるガリ地区、シガツェ シャンナンなどの地域では地方の政策文書に軍事訓練の積極的な推進が求められ自軸の政策でもこの種の訓練方式が推進されていますチベット地方では10年以上前から小規模ではありますが類似する軍事スタイルの訓練計画が存在してきましたしかし2016年以降こうした訓練施設の建設が 激増しましまた最近の政府の政策文書によると建設計画の予算は多く当ててががうことが促されていますロイター通信によるとチベットの各地にある十数箇所の軍事訓練施設の衛星画像や文書によれば一部の施設が既存の職業訓練所の近くまたは内部に建設されていたことが判明しました。 英国放送協会 BBC も2019年7月チベット亡命政府の首相ロブセン・センゲ氏とのインタビューで同様の情報を確認しています。当時センゲ氏はチベットにはウイグルのイスラム教徒が拘束されている新疆ウイグル再教育キャンプと同様のキャンプがありそこでチベット人が拘束されておりその規模は小さく収容人数は不明だ と述べました。現在新疆ウイグル自治区を統治する当医初期の陳全国氏がチベット自治区を収めていた期間中に彼はチベットで同様の抑圧的政策を実行していたことが報告されています。